どうも、A1003HI です。さて、前回、ユーレットミミーは帰還命令が出ました。地球人が危険な種族と判断されてしまったためです。ですが、ユーレスは帰還を拒否しました。しかし、彼は本当に大気浄化だけが目的なのでしょうか？はっきり言いましょう。彼は何か狂い始めています。さて、今回は特に目的がありません。ですので、パトロールに向かおうと思います。こちら、加特定本部、緊急事態。イエスタリー氏が持ち込んだ隕石を、本部が、どうだな、うるさい。通信が切れたぞ。加特定本部に何か異変が起きたんだ。よし、直ちに急行しよう。加特定本部です。ですが、一体何が起きたんでしょうか？ああ、間違えた。あれ？なんだ？昇降装置の故障じゃないぜ。こりゃ空間が見えない場合だぞ。とにかく、作戦中に急ごう。あら？やはり変だぞ。悪の動いてるわけだよな。ああ、注意ですもん。このもの、爆弾犯人。何ですか、これ。まあ、ちょっとよくわかりません。とにかくここはイングラムの言う通り注意して進みます。セーブもします。あれ？あれ？あれれ？タイム。どうやってやる？さっき回ってばっかり。ぐる肩やはりおかしい。まるで事件空間のようだ。こういう事件に熱が強かった発令が。あれは耳指さんが帰ってしまったから元気がないようだが、大丈夫だろうか。多少落ち込んでるようだが。よせよ、俺は作んなきゃいないぜ。待ってくれ、俺が作戦中ついててくれ。到着。さてと、レーザースコープ。なるほど。ここは秒単位で時空が変化している。どういうことだ。つまり一歩踏み外せば異次元へ飛ばされず、俺たちにこう潜り抜けるんだ。わかった。今だ。大丈夫か。ええ。加特大気戦年が異次元空間になっているとか、何が原因でこうなったんだ。探検家のイエスタディ氏が持ち込んだ隕石を調査していたら、本部全体が変な空間になってしまったの。よし、早く脱出するぜ。また中に村松、キャップ、嵐、イデリオタイムいれば、隕石を破壊し奥に向かったの。よし、俺たちが助けに出くる。君はここで待ってるんだ。わかったわ。時空の変化が早くなり始めた。レーザースコープの正確に追い切れない。こうしていてもつかない。確保して進もう。そうだな。よし、こう。
おや、こいつらは確かサーベルダブラーとミラクラってことは、この原因はフーマ？ミラクラーの攻撃がこんなにまで強いとは。これはそう、あれです、そう。何でしたっけ？ああ、思い出しました。不思議軸。不思議軸ゆえに、彼らの攻撃力がよりアップしちゃっている。ついでにこんなにのろーく動くのもそのためなんでしょうか。冗談じゃありません。さっさと抜けちゃいましょう。なんとか倒せました。皆さん、とりあえず本日はここまでとします。それではさようなら。